タカ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 教室。こんにちは、トコトコ教室の田中さとこです。発達障害児のための音楽レッスンで、生徒さん8ビートの練習を頑張っています。前回、レッスンで手の動きはできるようになったので、今回はテンポを少し速くして練習してみました。ではご覧ください。Thank you.
さて、8ビートの完成にはあとバスドラムを入れるだけ。生徒さんに聞いてみました。今度のレッスンで足もチャレンジしてみる？それとももう少し手の練習をしたい？すると生徒さんは、もう少し練習したい、そうお返事してくれました。生徒さんが納得するまで手の練習をしてバスドラムを入れたいと思います。どうぞ見守ってくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。